私の名前は秋葉小町。相撲を始めて6年、アマチュア相撲の日本一を25人も輩出した名門相撲教室に通っています。でもコロナ禍で部員はたった4人になり、女子は私だけ。最近私に胸を貸すのはタイヤくらいなもんです。指導歴57年の師匠は、切磋琢磨して初めて勝てるんですね。クソ勝てるっていう気持ちが養えないんですね。稽古なんていいやとか思わなかったの？たまにあります。そうだよね。いっぱい休まずに行けばもっと上がるのかなって。ニック期コロナ、相撲にかけた私の青春どうなっちゃうの？私が相撲を始めたのは小学1年生の時でした。なんでお相撲やろうと思ったの？面白そうだ。またお兄ちゃんみたいになりたい。この相撲教室から世界チャンピオンになったお兄ちゃんに憧れて相撲を始めました。辛い時もあった。でも辛ければ後で強くなるから。入門以来四股を踏み続けた私の体も大きくなっていきました。そして女子相撲の頂点を決める全国大会に出場。小学4年生の時全国3位になりました。女子相撲は決してメジャーなスポーツじゃないけど、全国の強豪と交わることで私はかけがえのないものを学びました。心技体っていう先生にいつも言ってるけど、一番何を大切にしたいですか？心、なくてはならない存在。相撲は私にとって一番輝ける場所。でも小学校最後の年、コロナ禍で大会はおろか相撲を取る相手すらいない日々が続きました。タイヤばかりを押したこの1年、相撲の目標を見出せないまま中学生になりました。
友達に言ったりするの、自分今相撲やってるっていうことは。あんまり言ってない。筋肉とかをなんかつけすぎないで、なんかできるだけなんか生活に不調が出ないようにちょっとやっぱ気になる。今はちょっとこう小学校から中学校に上がるときに相撲やめようかどうしようかってほらやっぱり一応考えたんで、やっぱりね、中学生の時と高校の時ってこう限られてるじゃないですか、ね、その時にこうコロナがこんなに長くなるとはほら思わなかったから、どうなったのかなっては思う時がある。全国とかでなんか負けたり勝ったりしてた時だったから、いっぱい休まずに行けばもっと上がるのかなって。お兄ちゃんとかがなんかずっと強かったし、なんか自分だけ弱いのもなと思った。私は相撲を続けることにしました。でも何のために稽古をするのか、そんな時、突然全国大会が開催されることが決まったんですけど、ご存知？あ、初めて知りました。中学生以上、はい、中学生と一般。こんにちは。レッドアンバーなんとか寿司2日くらいだば。ちょっと今日考えていい？早くしねどうダメだからの話してるな。今日の夜までしなきゃいけない。多分レベル的には小学校とはレベル全然違うから。そう、1年生と3年生全部だからって。実践。実践まず全然やってねえからって本当でただの基礎基礎基礎できたから。私は全国大会の出場を決意しました。大会1週間前、相撲教室の男子が集まり、本当に久しぶりのぶつかり稽古です。すげえ。調子はどうだ？きつい。緊急事態宣言が解除された直後の大阪、2年ぶりとなる全国大会が開催されました。コロナ禍で県予選はほとんど行われず、いきなりの大舞台です。女子相撲の仲間と交流できる機会なのに、私は緊張でそれどころじゃありません。小町、はい、アドリーが体を動かすの。今日の松ちゃん緊張してますかね。多分、そう。山形県の選手は私ただ一人、中学生の部60キロ未満の軽量級に出場します。2年越しの試合、気持ちが高ぶります。東山形県秋葉さん、西静岡県川口さん。1回戦はおととし全国2位になった強豪選手。
番恐れてた実践不足なのは、対処しきれねえもん。高レベルでの練習ができない分、工夫して練習しないとダメなのかなって。足がついていけてなかった。今度は女の子と取れる機会を、まあできないと思うけど、増やせたらいいと思う。この会場に私と同じような境遇の選手がいます。阿部奈々ちゃんも地元新潟では稽古相手がいなく、一人で練習に励んできました。3年前、私と全国大会で戦ったその後も着実に実力をつけ、今年重量級で見事3連覇を果たしました。今後奈々ちゃんは目標とかはありますか？世界大会目指して頑張りたい。みんなでの稽古ができないっていうのが一番やっぱり、奈々も辛かったと思うし、協力できることをして過ごしてました。女子相撲の競技人口はわずか1000人ほど。コロナ禍で参加選手は例年の半数に減りました。そんな女子相撲を盛り上げようとする女性に出会いました。今日和さんは小学1年生の時に相撲を始め、今は実業団の選手です。今試合終わりましたけど、試合じゃなくて相撲が取りたいと思いましたもん。相撲として自分がいろんな経験できたっていうのがあるので、でもそれを自分のものだけにしたくなくて、いろんな人にシェアしていきたいって考えた時に、やっぱり海外の人に相撲を教えたいとか、オリンピック競技にしたいなって。コンさんは海外の子どもたちに相撲を教えるなど女子相撲の普及に取り組んでいます。その活動がなんとイギリスのドキュメンタリー映画でも紹介され、世界的に注目されています。実業団選手として活躍するコンさんですら、コロナ禍の2年は辛いものでした。この2年で何が一番変わったって、女子のチームメイトが欲しいなって。この大人でもそう思うので子供ならなおさら。多分競技人口少ないので点々としか女子の選手っていないと思うんですけど、でもそこ本当孤立させちゃダメなんだなっては。孤独の中で土俵に青春を燃やす仲間が確かにいます。相撲で大切なのは心。この言葉が私の胸にこだましています。